なるほど、開拓団の件で訪ねてきたのだな。皆まで言うな、それだけ分かれば十分だ。開拓団、実に肉躍るたくましい響きではないか。しかもお前が参加しているとあらば、なおのこと。いい。モードナに一大拠点が築かれれば、彼女の帝国軍もクルザスへ介入しづらくなるだろう。加えてお前には個人的な恩もある。これに協力しない道理はないと本家に掛け合って支援物資を手配したのだがな、よりにもよって異端者に奪取されるとは。実は最近クルザスを根城とする異端者が組織化され、いささか手を焼いているのだ。異端者の頭目は氷の巫女と呼ばれる女。我々も調査を続けているが、本名すら暴けていない。異端者たちはその氷の巫女を聖女のように敬い、死も厭わずに行動しているようでな。奴らによる組織的な犯行が増えつつあるのだ。今のところこのキャンプへの実害は少ないが、ここより西方ではたびたび奴らが目撃されているらしい。ホワイトブリム全焼地ならば情報がつかめるかもしれんぞ。行ってみるか。そうかそうか、支援物資の件は遺憾だが、季節してお前の汗が再びこの雪原にきらめく日が来たようだな。お前は以前よりも強靭になった。そしてうなずき一つから溢れるその揺るぎなき自信、いいぞ。ますます活躍から目が離せん。何か分かったらぜひ私にも知らせてくれ。この辺りは一段と冷えるからな、暖かいとこを用意して待っているぞ。
ああ、いいところに戻ってくれた。ちょうどお前の戦いぶりに思いを馳せていたのだ。一撃を食る際の肉体のしなりなどとてもいい。時が許せば差しで向き合い稽古をつけてもらいたいが、まずは報告を聞かねばな。氷の巫女について何か情報を得ることはできたか？うん、スノークローク代表壁でそのようなことが。あの辺りはクルザス中央高地の中でも気候変化の影響が色濃く現れた場所だ。そのため未だ一体の全容は明らかになっていない。異端者にとっては良い隠れ家かもしれんな。一度早急に調査するよう進言すべきか。それにしても氷の巫女とは一体何者だ。異端者をまとめ上げるなど相当な実力者に思える。お前と共に追ってみるのも一興だが、現状では危険が過ぎるか。教皇庁の神殿騎士にも連絡し対策を願おう。新任の神殿騎士団長はなかなかに話のわかる人物だという。きっと適切な判断をされることだろう。いい情報を持ち帰ってくれた。感謝するぞ。お前は本当に真摯に働く。それが真実を呼ぶのだと友として誇りに思う。支援物資については本家に再度掛け合っているところだ。準備ができ次第そちらに送るとしよう。熱気にあふれるいい街になることを願ってな。
みんな、聞いてくれ。ここに集まったのは、私の思いに賛同してくれた精鋭たちだ。我々暁の決明と意志を一つにし、これからのエオルゼアを守っていくために先鋒となることを選んだ勇者たちだ。暁の下で国家間の垣根を越えた活動を行うグランドカンパニーエオルゼア先行組織クリスタルブレイブの設立を今ここに宣言する。相次ぐ蛮神の権限、蛮族との確執、アウトロー戦区、エオルゼアを取り巻く危機は何一つ去ってはいない。だからこそ我々は先駆けとなって立ち上がる。我々は暁の決明と共にエオルゼアの守護者となるのだ。全てはエオルゼアのために。全てはエオルゼアのために。設立おめでとう、アルフィノ。あ、いえ、
クリスタルブレイブ総帥アルフィノ・ルベユール殿。やめてくれたまえ、形だけの称号だよ。それ自体に何の意味もないさ。我々の目的は同じだ。神々に愛されし地、このエオルゼアの救済、共に尽力していこう。ええ、これからもよろしくね。クリスタルブレイブも動き出したわね。私たちも気を引き締め直さなきゃ。はい、私です。やはり委員会本部は消滅していたのね。でも島一つを消し去るなんて一体どうやって。それは本当なの？本当にクリルが見つかったのね。よかった。そう、状況は良くないのね。分かったわ。ウリエンジェさんには伝えておきます。また後で連絡するわね。ええ、それじゃ。バルデシオン委員会本部の調査団からの連絡よ。友人が見つかったって。まだ意識は戻らないようだけど、無事でよかった。消滅したというバル島の周辺海域から未知の魔法の痕跡が出たらしいの。以前北ザナランで起きた古代魔法アルテマの痕跡に近いらしいけど、まさかアッシエンたちが。ガレマール帝国との戦いの後、マザークリスタル、ハイデリンの声を聞いた？そう、あなたにも聞こえないのね。私もなの。なんだかとても嫌な予感がするわ。ルイゾワ様、どうか暁をお守りください。